来年2024年の総統府の年賀カードは、喜びを表現する色彩に竜と台湾が浮かび上がります。電子カードは紙のデザインを基調とし、来年の絵と竜と2024ラブの字を組み合わせ、活力と希望、台湾の持続的な前進を表現。デザイナーは、竜は東西を問わず人の幻想から生まれたもので、幻想は人類が創造するための重要な原動力だとし、このカードは幻想を奮い起こすところから出発。流れるような竜、さらにラブと2024の文字を組み合わせて、竜から始まる豊かで実りある一年というめでたいイメージを表現しました。総統府の林逸前報道官によると、この年賀カードの対象は各国の首脳、要人、海外の友人たち、駐滞施設など国内外の各界を代表する人たちが対象だということです。このほか総統府のトップページにも掲載、蔡総統と頼副総統からの祝賀をシェアできます。